ドグロの焼き寿司です。炭のかなり香ばしい香りとノドグロの脂がじわじわと出てきて、ヒラマサですね。じゃあ黄身醤油で合わせてます。おわさびをつけていただいて。ヒラマサってこれ九州の魚ですか？これ長崎ですね。これは皮目のプリッと感とちょっとねっとりした脂、ね、黄身醤油が思ったより濃くなくて絶妙な塩梅で美味しい。プリプリしてる、めっちゃうまい。卵は結構トロトロというよりはかなりしっかりした食感。美しとタケノコの茶蒸し、菜の花をかけてますね。春の茶碗蒸し、タケノコもゴロゴロ入ってて美味しい。茶碗蒸しあんま得意じゃないですけど、あ、そうこれだったらいけました。ありがとうございます。かなり寿司から出てくる前の大間ってこっちの北九州まで有名なんですけど、あー、美味ですね。リンゴみたいですね。ちょっとこっち甘めにつけてるんで、うん、はい、食べやすいかと思います、はい。梅いいですね。ちょっとさっぱりと。でもわさびも入ってる。当然入ってます。中に。4枚重ねて絞ってた柑橘って何ですか？まあ、大体ですね。柚子の皮を上に切るんです。一切れじゃなくて薄く4枚にしてるのって包丁を濡れた方がですね、イカって美味しくなるし、これ昔でも1分ぐらいで寝かしてるので歯切れもやっぱり良くなるし、うっとり感とかですね。金目ですね。昆布とか当ててないですか？もしてないです。あ、味濃いですね。これは千葉のカツです。うん。だしって3日もつけてたらすごい味濃くなっちゃったりしないんですか？最初やるときにもう1日ずつこう試食して3日って出したんですよ。1日じゃちょっと足りないし、で殻ごとつけてるんですね。うん、山椒の香りが外側カリッと、身質がふわふわ。魚巻きやばい、うますぎる。あ、おいしい。甘くておいしい。うまっ。ほんとシンプルイズザベスト。あ、このシソの香りとゴマの香りがほんのり、そうですね、黒酢を混ぜております。単体で全然永遠に食べられるシャリですね。粒が弾ける。磯の香りがする。ウニ結構いろいろ食べますけど、形が初めてです、この。ああ、そうですね。海苔も有明の海苔でですね、香りもいいので。
うん、何回か噛んでたらシャリとウニと海苔が勝手に溶けてる。すごい濃厚なクリームチーズ、あん肝ハウスみてえ。海苔もサクッとくるんですけど、すぐ溶けますね。新海苔の1月に味見して選んで、1年分一気に頑張って買ってるんですよ。そしたら安定していい海苔が使えるんですね。醤油漬けにしたエシャレットとトロを巻いてますね。結構香り強いからあんまり入れすぎるとですね、ちょっと洋風のトロデッカみたいな、うん、トロの甘い油とシャリの酸味とエシャレットのかなり醤油が強いパンチ力、口どきのいい海苔が組み合わさって四味一体。いや、これここにしかないな。塩辛とかよりも食べやすい感じになってると思います。強烈な漬けの香りがかわいい。オリジナルのネタってどうやって発明してるんですか？でも食べ歩きしてみ、なんかこうそれっくりそのまま、はい、それをなんかするとかはしないんですけど、はい、例えば最初の焼き寿司なんか蒸し寿司とかってよく、はい、ありますね。はい、なんでまあ蒸しじゃなくて焼いてみようと思って、オリジナルのものをできるだけ、まあ、本当一つ二つでもいいからですね、入れるようにはしてますね。そのよそで食べれないようなものとか、うん、